東欧津ラネ客運は台湾において初めて国道客運行士の認可を受けた現在台湾で最大の旅客バス会社の一つ。現在は中・長距離バスのほか東園市内線、大中市内線及び高尾市内線の運行を行っている。1988年、小恵国政府は台湾省戒厳令解除後に出現した観光バスを利用した。 非合法の長距離バス輸送会社に対し合法的な営業許可を与える方針を打ち出した。それに応じ数社が合資会社を設立、同時の交通部に有研究所のカルガン宿所長の統率司法、連合経営の言葉より、党ラネ客運と命名され、1989年9月6日に正式に成立した。党を貫客運は国密客運に続く、 第2の国道客運行師、そして最初の民営の国道客運行師であった。東欧津ラネ客運が成立すると、台湾では多くのバス会社が設立され、百貨総名の時代を迎えることとなる。東欧津ラネ客運創業当時は、国道路線のみを取り扱っていたが、経営不振による赤字経営が続いたことにより、2002年には、三重客運の経営陣に、 株式が譲渡されるようになった。現在と、ズラ客運は、新規路線の拡充を行うと同時に、旧型車両の更新を行い、また2005年には、台中インターチェンジに、中港、バスターミナルを建設し、台湾南北旅客輸送の中で重要な乗り換え、休憩ターミナルを提供するようになっている。2012年には、子会社の中台湾客運を設立し、 将来的には、台中市内線の運営をすべて中台湾客運へ移管する予定である。2006年購入の三菱不走等、根客運の国道路線初期塗装国道路線車両、台中市宿公社車両、桃園市宿公社車両高尾市公社車両、三鶴鶴根台中市75系統バス等、根台中市73系統バス一通り、または、悠々。 を使用して乗車する場合、10km までは無料、全額運賃は上限60元、半額運賃は上限30元の優待が適用される。一段運賃路線等、つらげ客運88県国幹線ロンステップバス二段運賃路線。ありがとうございます。